車がガードレールとさせてたみたいで、もうドアノブが動かない。あ、動かない動かない、うん、分かった。ドアノブ動かないっつったら結構ちょっとやべえな、やばいな。左 OK。 あ、もうそれ見てます。はい、左。あ、まだ。はい、WRC ジャパン2023、1年ぶりとなりましたけど、いよいよ始まりまして、まあ、あの3日間のレッキがようやく終わって、で明日からシェイクダウンで、まあ、SS1 とスタートしていくんですけど、まあ、今回初めて、あの、立ち栗君と組ましてもらって、どうですか、立ち栗君、初めての WRC。そうですね、本当にあのもうわからないことばかりなんですけれども、はい、まあ、経験豊富な、RA 選手と組ませていただけるということで、胸を借りるつもりでいます。あの下の名前が同じ、大きいに輝くっていうか、ヒロキって思うんですけど、同じ読み方なんですよ。ダブルヒロキで、あの今回、WRC ジャパン頑張っていきますんで、あの応援するときは、ヒロキっていうと、両方応援してることになるので、ぜひね。今から、車検に行っていきたいと思います。準備は結構早く終わってたんですけど、5時まで待ってました。行ってらっしゃい。いよいよデイワン木曜日シェイクダウンから始まるんですけども、まあ、無事にまあレッキも終わって車検もあの国内勢としては一番なんか唯一通ったらしいので、まあ、再車検を受けずに済んでよかったかなというところなんですけど、まあ、しっかり気を引き締めて、シェイクダウンと SS1 そういったスタジアムがあるので、まあ、そこに向けて集中していきたいなというふうに思います、はい、ナックの武藤君、はい、ついにラリージャパンが始まります。はい、どうですかこのラリージャパンの雰囲気は。圧倒されましたね。圧倒されました。あ、なんかもう 海外のチームとか FIA の人とかいて、指摘される時とかの英語だったりして、やっぱり日本で今までやってきたレースとは雰囲気も何もかも違うなっていうふうに感じました。アヘッドのメカ2人もここにいます、福田くんと森戸くんです。おはようございます。おはようございます。昨日は朝3時ぐらいに起きて出発しましたけれども、昨日はよく寝れましたか。ぐっすり、はい、やっぱり全日本とは違うので、まあ、緊張感とかはありますけど、まあ、変に緊張しすぎないように、まあ、いつもの感じでできたらいいなと思います。チーフメカニックがここにおります。ああ、どう。1日目、我々の1日目が昨日終わりました。大変な1日でしたけど、どうでしたか。でしたけど、まあ、なんとか車検が終わって、まあ、ラリーの半分ぐらいは終わったかなっていう感じはしてるんですけど、まあ、あとはまあ、ヒロキさんを完走させるために、全力を尽くしてすごい頑張っていきたいと思います。はい、頑張りましょう。時刻は6時14分です。あと10分以内に、戻ってきて、まずはサービス A が15分間行われます。おはようございます。ございます。15分間で大幅なセットアップ変更ということになりましたが、はい、どうですか。ちょっとプレッシャーですけど、まあなんとか、まあ何回もやってるんで、まあいけるでしょうということで、まあ焦らず騒がず頑張ります。レグ2、いよいよ本番の、まあ、難関といいますか、フライデー、金曜日だったんですけど、まあ、ちょっと雨が降ってるんでね、普通だと1ミリ、2ミリぐらいだったら、かなりラリー4にも分があるんですけど、まあ、なんか予想雨量が1時間に22ミリ降る時間帯もあるので、まあ、本当今日は、安全に走り切って、しっかり、土曜日、日曜日、レグ3、レグ4につなげていくような走りができればいいかなと思ってるんで、ちょっと朝一番から、スプリング変えたり、セットアップ大幅に変更するので、ちょっとかなり、気は張ってますけど、
まあ、しっかり練習してきたんで、そこをしっかりね、見せられるようにしていきたいかなというふうに思っておりますので、引き続き、応援のほどよろしくお願いいたします。OK!まもなくサービス B が始まります。午前中のループは SS2 がキャンセル、 SS4 がキャンセルということで1本だけの走行となっています。金曜日レグ2になりましたけど、まあ、あの例によって例のごとくですね、荒れますね。金曜日の午前中は去年もキャンセルが2本ぐらいあったと思うんですけど、今年もあのキャンセルが2本というところで、まあ、すごい雨だったんで、かなりあの FF のプジョーにはきついコンディションだったんですけど、まあ、なんとか帰ってこれたのが一番大きいかなと思っていて、午後はなんとか天気が持ちそうなんで、あの、まあ、雨はもちろん多分全部ドライにはならないと思いますけど、そのままのセットアップでいきたいかなと思います。ちなみにこのサービスはどんな内容？いや、もう午後は全く多分同じようなコンディションがちょっと想定するかなぐらいだと思ってるんで、あのタイヤの前後ローテーションだけで行こうかなっていう。OK!部品をつけないといけないので、この歴史から部品を外している状況になってます。次のサービスまでに外さないといけないので、今急ピッチで作業を進めています。あと空気圧は若干ちょっと開いてるので、はい、だから多分ここがここが当たってる感じ、ね、そうだから周りか何かで押してすぐ外せるようにして、で多分ここももしかしたらあの頻常しちゃってるから頻常してる開いて手分で、うん、どうするかと思って、あの13の2本とあとトロックス T40 1本で止まってるの、はい、レグ3の、土曜日最終トヨタスタジアム前の最終サービスなんですけど、今多分総合順位的には11位に上がって、まあ、去年総合15位だったんでかなりジャンプアップはしてるんですけど、まあ、ちょっと路面の状況がかなり悪くて、今日雪が降ってたり雨が降ったり、あとドライだったりウェットだったりとかっていう形だったので、まあ、ちょっといろいろタイヤ選択とかそのセットアップもろもろのこうあれが出しづらいところがちょっとありまして、でちょっとまた雪が降り始めたところで、まあ、ちょっと路面のグリップがあの低いところでガードレールにこう軽くぶつかったんですけど、スピードがあまりにも速かったんで、あの結構あの右サイドのドアがやられていて、で特にあの右リアは給油するところなんで右リアドアをしっかり直さないと、あの
最終サービス終わってから FIA の、 あの審査のあれで失格になってしまうので、そこだけは絶対直してもらうようにちょっと今アリグループ前の準備でこっちに来てる感じに なります。ドアノブの手応えがあまりに軽かったりしてない？いや、もうドアノブが動かない。あ、動かない、動かない、こっちはこれもドアに使えるみたいなんで、ここさもう押しちゃって多分これ引っかかってくから、はい、はい、てかハンマーで叩いちゃうんだよ。ハンマーでいいよ。叩いていいですか？うちはあんまないよ。これドアに使えるから、あと35分、はい、はい、普通に何か言われてる。だったらあっちからさすぐ外してさ、あ、そうだ、どう思ってますか？やっぱこれ自体か。こっちも、こっちもテープで塞いでほしい。あ、了解になります。はい、左 OK。あ、もうそれ見てます。はい、左 OK。あ、まだ右 OK です。右 OK。右 OK。はい、下げます。はい、下げます。ちょっと大ランプ長いのちょうだい。あれテープ持ってった？あ、テープ誰か持ってった？テープあるよ、ここに。いや、もう白でもいいや。赤テープそこにある。赤もある。いいよ、いいよ、いいよ。こんなにかかるね。いただきます。どういう状況だったというか、もうドアが外側から開かなくて、まあ、燃料給油ができないということで、まあ、ドアをあの開けれるようにちょっと頑張ってたんですけども、ちょっと結構時間ギリギリで、まあ、ちょっとどうなるかっていうところまではできたんですけど、まあ、あとは FIA がどう判断するかっていうところでですね、はい。レグ3終わりました、最後の最後で、サービスの後にトヨタスタジアムがあるんですけど、まあ、無事にその車検の方も最後通って、でなんとか走り切って総合11位という形で今日1日終えることができました。
まあ明日がちょっとエナの地域なんですけど、結構あの今日雪予報が出てたり、まあ、今夜どうなるかちょっとわからないところではあるので、ちょっと明日の選択肢を少し残しつつ、今日今晩話し合って、まあ、明日しっかり走り抜いて、帰ってきてポディウムで皆さんとお会いできればいいかなというふうに思っております。まあ、今回去年に比べてかなりあの難易度が今年の方が高かったんで、ちょっと自分的に余裕があるようでないんですけど、まあまあ、しっかりとねこうやって走り切れてるのもチーム含めあの関係者スポンサーの皆様のおかげなので、まあ、しっかり走り切って、皆さんと一緒にポディウムの上で会えることを楽しみにしてます。なんでプジョー選びたんですか？もともとプジョー好きだったっていうのもありますし、もともと208ってあのフランス車の乗り味がすごい好きなんです、まあ、で208もすごい乗りやすかったんで、ドア直ないで、ね、それで結構楽しく乗ってます。あのついに終わりました。いや疲れた、はい、今回マジで疲れました。なんとひろきさん、我々 AJRT、はい、総合10番手ですよ皆さん。ありがとうございます。快挙。2010年以来らしいですよね、はい。まあ、WRC ポイントが入るかどうかちょっとわからないですけど、うん、まあまあその総合10位に二輪駆動が入るのは2010年以来ということで、うん、はい、まあまあなんかあんま意識してなかったんですけど、うん、気づいたらだいぶ快挙だったみたいで、いろいろなところから特に海外からめちゃくちゃメッセージ来ます、はいはい。振り返ってみるとどんな1週間でしたか？そうですね、まあ、まず初めに、まあ、コドライバーの立ち組も含めて初めてのラリーで、まあ、中日本自動車短期大学の子も入ってきてくれて、やっぱその世界選手権になるとなかなか全日本とまたガラッとレベルが変わって、その中であの英語が必要であったりだとか、コミュニケーションそのメカニックだけじゃなくて、どういうふうに他人とコミュニケーションを取ってどう的確に指示を共有するかっていうのがものすごい難しいラリーだったろうなっていうのは感じてて、まあ、自分も実際にこうやってみると、まあ、世界選手権になるとまあ本当に全体を全員一人一人細かく見れる余裕がなくなるぐらい、そのぐらい一人でいろいろなことを考えないといけないので、だから本当にその WRC 一戦って、例えば全日本ラリーで5年間やるような経験値をこの1週間にギュッて凝縮するので、はい、だからその分成長できたんじゃないかなというふうに思いますし、はい、だからまあ皆さん本当に最後まであの車をあの届けてくれてありがとうございました、はい、ありがとうございます。さあコドライバーの立ち食いさんにもダブルひろきでしたね今回はね。インタビューをしてみたいと思います。1週間お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました、はい、1週間っていうね、はい、すごくまあ長いラリーウィークになりましたけれども、振り返ってみてどうですか？まあそうですね、本当にまあこの1週間、まあ、ひろきさんとあとはまあチームの方々にここまで連れてきていただいたなっていうのが正直なところだと思います。本当に感謝してます皆さんに、はい。はい、ひろきさん、表彰式も終わって、はいはい、やっと我々の WRC ラリージャパン終わりましたね。疲れましたね、はい、本当にもう何があるかわからないようなコンディションだったので、最初から最後まで、正直最終日ですらの根の上のステージは雪が積もってましたし、あの中でどう走るのかなと思ったんですけど、まあ、しっかり最後はあの帰ってこれたので良かったかな、はい。総合10位ってもうこれ以上ない結果ですよね。まあまあ、 あの去年総合15位だったじゃないですか、まあ、14位とかそれより前だったらいいなと思ってたんですけど、まあ、総合10位はちょっとできすぎてるかなっていう感じではあるんですけど、まあ、最終的に終われてよかったかなと思います、はい。いや本当に、いや最後その11位で、まあ、上に何かあったら10位なんだよなって思いながら、はいはい、ここの、ね、サービスでみんなと話してたわけです、はいはいはい、
本当にまあ上がっちゃったなっていう、まあ、もちろんね他の方のトラブルっていうのもあったんで、うんうん、まあ、素直に、ね、全部喜んでいいのかっていうのもあるんですけど、まあまあまあそうですね、はい、まあ、実際に今日結構その抑えながら走るにしてもやっぱ何度か危ない場面が結構あったので、うん、抑えながらもそのしっかりそのリスクマネージメントをどこでするかっていうのがめちゃくちゃ難しくて、多分山中さんだったらすぐ消えてるかな、はい、まああのね、ラリチャレのね、あれありましたね、ラリチャレの山中さんの走りだったらもう1コーナーで消えてるようなステージだったので、はい、なんかやっぱりその彼と話したんだけど、うん、今まで出たラリーで一番難しかったって言ってて、うん、本当にその WRC ドライバーも今までにないぐらい難しいって言ってるラリーだったので、そこでしっかり完走しきったっていうのは、まあ、走りきったっていうのは一番大きいのかなと、はい、入ってきなさいよ。すいません、さっきねもうシャンパン浴びちゃったからね、もう着替えがね、そうです、着替えが済んで、あの中日本自動車大学、はい、短期大学の、はい、あの2人なんですけど、まあ、今回ねあの結構今まで全日本はあの本当最低限のアライメントとかサスペンションスプリング交換だけだったんですけど、まあ、今回はねイレギュラーにイレギュラー重ね、僕の責任なんですけど、大変申し訳ないことしたかなと、まあ、でもあの時間の中であの切迫した中でその着実に時間内にその終わらせなきゃいけないっていうのは実際やってみてどうでした？すごくストレスでした。でしょう。どうかなりそうな気分になってましたね。はい、どうでしたか？僕はもうパニクっちゃって、なんだろう、自分の作業とかができなくなりそうになる、キャパオーバーでしたね。完全にやばかったです。すごいこのプレッシャーがかかる中で時間以内に終わらせなきゃいけないっていう状況もやっぱ WRC ならではで、やっぱそれができてこそ、まあ、できたからこそ、まあ、最後総合10位で戻ってこれたっていうのもあるので、まあ、ぜひそれはしっかり持って帰ってもらって自分たち の, あの糧になればいいかなというふうに思います。はい、さあそしてねフォトライバーの立ち食いさんも今戻ってきました。今回僕に怒られに怒られまくった立ち食い、ひろき君、はい、はい、本当にお世話になりましたね。本当にお世話になりました。笑顔になったね。終わった、終わったからね。立ち食いさん総合10位、はい、いや、はい、どんな1週間でしたか？いやもうなんか本当にひろきさんにもうあの連れ回していただいたっていうのが正直なところかなとは思います。本当にまあ、ハードな1週間ではあったんですけれども、チームの方たちと他にも支えられて乗り越えられたかなとは思いますね。本当に感謝の言葉しかありません。はい、ひろきさんから何かありますか？まだまだ要修行ですね。要修行、まず英語、はい、まず英語、まあ、中学 1,2,3 の英語をまずマスターすることから始めましょうね。喋、はい、まあ、れるぐらい、そうそうそう、まずちゃんと FIA の公式通知が理解できるようになることが大事なので、まあ、本当にそういう、まあ、英語も含めて本当に一般的な、なんて言うんでしょう、知識がものすごい必要になってくるので、世界選手権レベルになると、だからやっぱそういったことも含めてコドライバーだけじゃなくてチーム全体としていろいろ成長できていればいいかなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。そしてね今回はい、まあ、スポンサーさんもはじめ、はい、そしてクラウドファンディングでも ね、 ああ、そうですね、たくさんの皆さんにね、はい、応援してくださった皆さんにぜひひろきさんから一言。そうですね、本当になんて言うでしょう、皆さんの支えがあって最後までここまでたどり着けたのかなっていう風なところでもあるので、本当にその感謝の気持ちでいっぱいですし、まあ、引き続き皆さんと一緒に走れてしっかり感動が届けられるようなドライバーになるように努めますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。はい、というわけでラリージャパン2023 AJRT 10位で終わりました。皆さん応援ありがとうございました。ありがとうございました。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。